かちゃんスラットです。今日はですねこちらレトロチャレンジやっていきたいと思います。ということで新チャレンジがね来てます。なんかこちらね昔のカードしか使えないよっていうやつですね。最初にリリースされた60種類のカードを使ってプレイしましょうというわけで、マジカードめっちゃ少ないです。はい、66、今って何枚あるんだろう、100何枚かあるんですよ。そう、100枚超えてるんですけど、だからもう最近出た、まあチャンピオンは当たり前に使えませんよと。まああとはマザネクとかスケドラとかもいないんですけども、なんか普通に、なんだ、何がいないんだろう、ロケット押しとかもいないし、ザッピーとかも実際いないんですよね。そう。全然いません。はい、皆さんが思ってる以上に多分いないかなっていう。え？あのカードもいないの？みたいな感じで、いないカードが多いんですけど、まあ昔ほんとこれでしたねと。なんならこれよりもウルトラレアとかってなかった気がするんで、初期ってアイスイズプリンセスだけとかでディガーが出てきてとかだった気がするので、僕の記憶が正しければ、はい、そんな中で最強デッキ、はい、食いました。こちら今日スケホグやっていきます。いやマジで結局昔になったところで現環境強え、キョスケは強えよっていう話ですね。でまあ記憶が強いんですけど、昔のデッキって何があるかなと思って、まあ昔のデッキっぽいやつをなんかいろいろ、はい、組んだんですけど、まあギャングだったか、そうスケがギャングでしたね。枯渇デッキで 2.6 ホグでしょ。で無課金迫撃と呼ばれてた、まあ今は使ってないけど、ケンツメシ、ケンツとか、あと焼き鳥とかみんな使ってましたね。はい、ユニレベない時代何使ってあげようっていう、もうノーマルばっかで、スーパーレアとレアとウルトラレアが1枚ずつの、まあ、ナイトだったかもしんないね。バルキリーがこの無課金迫撃っていうのはもう無課金で頑張ってる奴らが全員使ってましたね。はい、可能性無限デッキです。で今でもマルチ上位でね、はい、使ってる方がいるっていうぐらいで、まあ無課金でねちょっと上目指したいよって方とかは使ってみてもいいんじゃないでしょうか。であとはなんかペッカプリプリとかなんかこんなのもいましたね。マルチでよく当たってた気がします。スケだったか何だったか覚えてないんですけど、はい、ペッカ PP かな。昔はジャイプリとか、まあ、ウルトラもなかったんでこんなデッキはよくいました。はい、であとは僕がね大好きでしたね。はい、僕ユニレベない時も、30種完走してない時もファイボにやられながらね、はい、頑張ってやってたのがこのナイトカゴムレ公開で30種。はい、いや懐かしいですね。今だともヤナメピョーンで終わっちゃいますけども、まあ、昔もヤナメあったか。そう、今だとまあデリバリーとか、まあ、マザネクとかでもねちょっと苦しいんですけど、すごい昔あったなと懐かしいなと思う30種とかも、まあ、一応組めますんで、はい、ぜひちょっとね、まあその辺でみんなこう、あ、懐かしいデッキだなと思いながら遊びながらね、クリアしてほしい。なんか可愛い、なんだったっけ、ゴブリンだったっけ、なんかゴブリンのスタンプがもらえた気がします。さあ、ということで、タコブロよろしく。いや、マジでね、まあ 2.6 でも安牌だと思います。トルネードがあるんですけど、このチャレンジ。トルネ入りのデッキっていうものがそもそもそんなない。うん。そもそもそんななくて、普通、まあ昔は遅延スケラか。遅延スケラがあるんですけど、昔って遅延スケラ多分ウッドだったんですよね。いや、わかんねえな。いや、マジで適当なこと言ってたら申し訳ねえ。いや、でも、タルババないんですよ。そう、66枚にタルババなくて。でも遅延スケラあったよなと思いながら、タルババが出てから生まれたのか、ウッドであったような気もしないこともないんですよね。あ、マジでこういうの、安。まさかのさ、ランバル。さあ、ファイボと、なんとか逆サイからで頑張ってもらいながら、にょー、危なーい、耐えていきます。まあでもこのキョスケ入れた、まあ今の環境というか前シーズン世界1位がキョスケオグだったんですけども、まあ着衣でファイボじゃなくてクエイクか、そう、まあ本当それとほぼ一緒なのでマジで強いです。対空マスケだけですけど、まあマスケがあります。ポジティブに言うと、なんならファイボもあります。ラボには相性いいです。まあ施設にはきついかなと。で、トルネがいないんでね。マジであの、巨峰具、何で止めるんやっちゅう、環境だと思います。そう。あと、メガナイトもいないんですよ。そう、びっくりして、使いたかったんですけど、いや、昔すぎんだろって、メガナイトいなかったっけと思いながら。まあ、なんか途中でメガナイト出てきて、まあ、即乾燥させるおじさんたちがいっぱいいるんですよ。そう。で、乾燥させた海外野郎たちが、
マジでジャイメガナイトエリポンで暴れてましたね。はい、ジャイ、いやマジで覚えてます、その時僕結構やり込んでた時なんで。マジでジャイメガナイトエリポンインドラエレキのヤザップみたいな、いやねえみたいな。マジでエリポン置いて攻めてきたらメガナイトで踏んでインドラでやって、なんか気づいたらジャイメガナイトが止まらないっていう、もう意味わからない意味わからん時が、まあ、ありましたんで、まあそう思えばメガナイトも確かに後から出てきたんだという感じです。ジャイメガナイトエリポン、まあ、最近だとねやっぱないですからね。カンストさせれるプレイヤーが多くなったのかな、わかんない。なんか昔やっぱカンストに価値があったので、カンストプレイヤーが少なかったんですよね。だからとりあえずカンストさせるだけで新キャラ結構マルチ上位に行ってるプレイヤーとかもいたんで、よいしょ。さあホグ飛ばしてなんか攻めてきてもホグを守んないといけないよっちゅう。ウェイ、懐かしい。まあ、僕、ホグなんか昔は全く使ってませんでしたけどね。僕はね、初めて手に入れたウルトラがね、アイスイズだったんですよね。アイスイズおじさんだったので、まあ、しかもまあ、その時は当たり前に学生で、何歳だろうな、高 1? 高1とかかな。クラクラやってて、クラクラから高1で多分クラロー始めて、だった気がするかな。高1は嘘だな。高2だな。うん、高2ぐらいに出たのそうだったので、まあバイトもしてない金なし野郎だったので、うん、まあ無課金でやって、あいつ手に入れたってはしゃいでて、やっぱねウルトラ手に入れると何のデッキにも入れちゃうんで、僕マシ多分ラバー、いやマシあんま覚えてねえな、スパーキーとラバーを使ってたんですよ。いや、アイスイズの前に手に入れるじゃないかいってなっちゃうな、これは。順番が欲しいな。いや、マジで。マジであんま覚えてねえわ。いや、でもとりあえずアイスイズでしたね、最新のウルトラが。そう、だから多分なんかでアイスイズデッキ組んでましたね。で、その後に多分ラバとかスパーキーとか手に入れたんだと思うんですけど、ラバーアイスイーツとかスパーキーアイスイーツとか、やっぱもう最初に手に入れたね、ウルトラ。いや、諦めるの早すぎやろ。何があったの、ね、え、マジかよ。やっぱ最初にそう、手に入れたウルトラとか気に入っちゃうんだね。マジラバーアイスイーツ、スパーキーアイスイーツ。なんかバレルよく使ってましたね。ラババレル、スパーキーバレル。そう、ジャイスパバレルではなくて、ただのスパーキーバレルですね。で、その時やっぱトレネもなかったのかな。いや、でも今ここにトレネあるもん。あ、でもラブもスパーキーもいい。いや、難しいね。これだって6年よ。長いよね。6年もやってると、結構忘れちゃいますね。そう、まあでもその時は多分トレネとかなかったのし、ゴブリンバレルもザップで死ななかった。いや、ザップで死んだんですよ。そう、ゴブリンバレルザップで死ぬって今考えたら、いや、ペッカ工場最強やないかいって。枯渇全然ザコやんってなっちゃうんですけど、まあ、マジで当時はザップで死んでたんですよね。せっかくならエリポンか。そう、ザップで死んでて、だから普通にゴブリンバレル飛ばしてもウッドで処理されるか、もうウッドがなかったの、ヤナメかザップでこう処理されてたんで、マジでゴブリンバレルをタワーからこうずらして飛ばすっていうね。そしたら相手が芝ザップするっていう技を、これね、マジで世界で一番初めに気づいたのは誰なんだろうっていうところ結構疑問あるんですけど、マジで 10% ぐらいの可能性で僕の可能性があると思ってるんですよね。いや、わかんない。マジわかんない。いや、当時は、え、これゴブリンバレル外せば、相手芝ザップするでっつって、めちゃくちゃ喜んでた時もあったので、うん。まあ、その時は周り多分あんましてなかったんで、いや、わかんないですけど、まあそんな時もありましたね。きつい。あとはなんだ、あとはまあジャイっぽい時代、ホグフリーズかな。ホグフリー、ホグで多分昔から強かったな、そう考えたら。そう、昔から考えたらずっとホグが強かったですね。ホグフリー、ホグっぽいエリポン、ホグ
ホグライトニング、まあ今も強いですからね。だって世界一っすよホグライダーで。冷静にこんないろんなカードが出てきてさ、エレジャイヤラーとかね、京介がやべえやとか言いながらも結局世界一は京介ホグクイ、いやすごい。そうなんだ、マジホグはもう可能性の塊というかね、昔からずっと強い、とか強いデッキは昔からずっと強いんですけど、いやマジでこれ終わるな、うん、気づいたら終わります。このデッキはマジでエリポン持っておきたいんですけどね。ヤナメ使っとるやないか、おいし何してたっけ、ヤナメ使ったらもうこのガゴ群れで守れなくて終わりそうです。うん、まあ昔強くて今も強いのホグ、迫撃、まあ枯渇、ペッカとか、ペッカはなんか特別多い気はしないんですけどね。マッチマンチもいますやべえマジで。これがもうちょっとなんかあれだね、遊んでるように見られちゃう。はい終わり、お疲れ。いいリポンサッシュ夏いマジで。僕ガゴムレ大好きだったんで、嫌な雨に一生切れてました。お前なんで嫌な雨入ってんだよっつって、ガゴムレ活躍しねえやろっつって、サンジュ飛びやんけ、はい言ってたことを思い出します。はい、ということでこれ勝てばゴブリン大量かわいスタン、あのプリンセスはディガーで処理とかでしたね。あれ相手なんかできそうな、あれできねえな、延命ミスってやがる。さあということでコカちゃん引きましたね。ガゴムレフィーバーじゃないでしょうかこれ。ガゴムレウッドで、まあ、どうしよう、マスケアイスピ、スケアイスピウッドディガーでリポンもありますって考えたらバカ早いって考えたらチャンピオンとかもうえぐいっすよ。スケアイスピウッドミラーで必死にエリポン回してたのに俺は。うん、いやーいやーもうこやで。さあエリポンが正義で、枯渇デッキとかもトルネ入りの枯渇とかもありましたね。そう、施設がトルネードですね。幅広いですからね結局昔も。うん、いやマジで暇すぎてもうディガー出してプリンセスを警戒します。おい、いやマジで一生リポン。これに関してはもう昔も今も一緒だな、一生リポン。で相手のあの陸受けがギャングでしたかね。もう一枚、まあ、バルキリーなんて最近用になってる。うん、もう昔これ一生してました僕、ナイトカゴムレさんでし、でプリンセスに読みディガーっつって、はい、まあディガー飛ばすだけですからね。さあこの日本にはロケが回らないのでかぶせちゃうと回りそうかな。いやマジでやばいけどこれが強いねんな。やべミスった、なんなのとマジでやばい、めっちゃ真剣に今クララしてます。はい、来た。もしそれは負け数字、負け数字止めれるもんならこれこういうのでもね刺さるっていう。ロケティーナ、ロケティーナさん使ってもらって、はい、やばいっすね。これを成功すれば勝ちっていう面白いです。はい、毎日これやってました。プリンセスこんにちはーっつって
マジでこれやるのにね、快感覚えてましたからね、僕一生これやってました。で、じゃあ次はどこに行くんだろうって、次はこっちに来ることが多かったんですよね。わかんない、今回の人は。あーあと、あー終わっちゃいました。そうっていうので、さっきプリンセスこっちだったら次はこっちだよねっていう遊びをねしてましたね。はい、気持ちいい。まあ今だとさすがにナイトココムレ小金三十四は厳しそうだな、マジで。まあマザリング引いたらね、終わりとかなんでね。このスタンプなんかちょっと可愛いね。やや煽り性能もブチョンありそうな感じで、ということで。いや、なんかえ、面白い。え、てかかっこよくね、このヒーラースタンプ。なんか闇落ちした遊戯みたいな感じの、もうマリックか、闇落ちヒーラーなんだけど、このスタンプめっちゃ可愛いので、このデュエルチャレンジ動画出します。はい、最近4つ紹介しますわ。ということで、このレトロチャレンジちょっと皆さんもねやってみてください。懐かしいなと思いながら、はい、最近の人はね分かんない部分も多いかもですけど、それで決まったんだと思いながら、ぜひねこの辺も試してみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。